ナメ君が歌う歌詞もカナメ君にしか歌えなかった。なんか歌詞がカメラに入ってる。入ってるよ、ここに。あ、でも別にこれ撮ってないよ、これは。見えるは見えるんだけど、うん、あ、なるほど、うん、なんで、すんごい変な顔しようと思って。いやいやいや、なんかちょっと気をつけなきゃいけない。気をつけない。力強さっていうよりも、説得力、はい、何、はい、知ってんのところか。何しててもどこにいてもどんな時もその声に触れていたいの。どうだった？いや、なんかここ始まる前にここ座ってる時は結構なんか楽しみだなってすごいウキウキだったんだけど、入ったら緊張なんかつかめたかなとは。最初の自分のキャラがね、つかめてきたよね。まあそうです、まあそうですね、歌い方、うん、でもなんだろう、これやってって言われてできたじゃん。なんかこれ試しにやってみてよって。あ、それで、あ、そこからいたのか、そこからいたのか、そこからいたの。でもそういうのはね、なんかいいなって思った。いいなって、すごいすぐできるっていいなって思った。俺も適応力っていうか、あ、それも鍛えて帰ってない。お土産に持って帰って。声聞いただけで分かるもんね、やっぱ赤の目だわって。そうですね。あれはだってタカトと間違いないし、誰も。もうエモくいけたら嬉しいかな。もっと感じてみよう。その声に触れていたいの。思う気持ちが深くなるほど見せられていく。いつもと違う感じでレコーディングしてね、緊張しました。楽しかったです。ここで伝説を作るんですよ。頑張りましょう。何？かわいいな。